昨日行われた参議院の静岡補選で初当選を果たした山崎真之助さんが選挙戦で支援についた川勝知事に挨拶に訪れました。はい、こんにちは。すいません、ありがとうございます。元気でやっぱり40キロ走って40キロ走りまして、はい、おめでとうございました。本当におめでとうございました。おかげさまで本当に実力です。当選の報告に県庁を訪れた山崎さんを迎えた川勝知事は、厳しい選挙戦を勝ち抜いた戦いぶりを称えました。富士の国づくりというのがあなたの我々の言ってる、はい、静岡時代を作っていくのにね、はい、地域の時代を作っていこうと、はい、まあ、いうことで、まあ、あなたの人は非常に大きいと、川勝知事は東京時代から静岡時代へ地方自立の時代を開きたいと訴えた山崎さんに、古い政治からの決別という大きな期待が寄せられたと当選の意義を強調しました。